2015年の創業以来、かっこいい会社を増やすをミッションに掲げ、業界業種を問わず幅広い領域でコンサルティングを手掛ける株式会社ノースサンド。今回お話を聞いたのは、営業として新卒第1号として入社した2年目の深尾さんと、 CEO の前田さんとともにノースサンドを立ち上げた加藤さん。2人はなぜノースサンドを選んだのか、なぜノースサンドは人間力を大切にしているのか、現場から見た活躍するコンサルタントの人間力を余すことなく語っていただきます。確かスタートが結構早くて、2年生の冬ぐらいから僕やってたんですよ。でもまあ最初説明会行ったりとか、それくらいの時 でそれこそあのワンキャリアさんの合同説明会みたいなのも行かせていただいたりとかしていてやってました。むちゃくちゃに働きたくて夢かなってるんですよ今だから、没頭できるというか、仕事にこうガッて入り込みたかったみたいなのがありまして、かつこうやっぱりそれくらいできるというのは、なんかこうやらされてるというよりはこう楽しく自分でこうできるような会社がいいなっていう。最初30歳で1000万みたいな、よくあるようなあれあるじゃないですか。でそういうのでこう見ていったら、最初こう不動産の会社さんに内定いただいたんですけど、内定いただいた後に思ったんですけど、あれやばいみたいな、なんか不動産僕興味ないってその後に気づいてでそこからもう一回なんか作り直して、なんか40で2000万とか、なんかそういうお金のところも見てやってたんですけど、なんか40で2000万必要なのか、もっと必要なのかもどうかも分かんないし、もっと必要かもしれないし、なんかもっとなくてもいいかもしれないとか、いろいろあるんで、最終的にはなんか、そこで言うと選択肢が結局自分がこうもうちょっとキャリアを積んだ後に、あの自分が持てるようなところがいいなと思って、その時言うとやっぱりいろんなものが経験できるといいなっていうので、こうベンチャー企業にやっぱり目が向いていった、まあ、最終的にノースサンドのことも本当あのコンサルとして面接を受けさせてもらってたんですけど、あのその後最終選考の後にもうあの前田さんだったりとか、まあ、今 の役員の方々からこう営業でどうかみたいなお話いただいて、コンサルの営業ってあんまりこう聞かなかったんで面白そうだなと思って、まあ、そこからこうノースサンドに入社したっていう感じですか。正直全然入る気みたいなのが全然最初は持ってなくて、でもなんかお話していくうちに、あのやっぱりこう働く人ってすごい大事だなと思ってたんで、まず佐々木さんのこう人柄だったりとか話してる内容みたいなので、なんかすごい楽しそうだなみたいなところからちょっと興味持ったっていうのが、会社自体のその雰囲気っていう文化っていうんですかね、なんかそういう、それこそ自分がこう楽しくむちゃくちゃになんかこう働きたいみたいなのがあったんですけど、なんかそういうのが叶えられそうな今日だなっていうのは思ってて、結局あのなんだろうな、その時のノースサンドって大体100人ぐらいの会社だったんですけど、大体選考の中とかで全部で10人15人ぐらいの方にお会いさせていただいて、1000人とか2000人の会社で10人15人に会いましたって言っても、全然その人たちと働けるかどうか全然わかんないじゃないですか。はい、だけどこうやっぱり100人の会社とかで10人15人とかが良くてってなったら、やっぱその人たちも一緒お仕事できるんだろうなとかって思ったし、多分周りの方とかも雰囲気見てたらやっぱりいいなってすごく感じたんで、会社の文化的なところでいいなって思った。ちょっとこれはあんまり深尾の前では言えないんですけど、もともと新卒の営業を取ろうと思っていたわけではないんですよ、その代で。全員コンサル採用でこう募集をしてたんですね。多分最終面接ぐらいの時にあのコンサルとしてこう落とそうとしたんですよ。あのちょっと違うなと。でもなんか取締役の一人が、あのちょっとあいつはコンサルではないんだけど、やっぱりこうなんか一つ光るものがあるみたいなところがあって、で営業だったらあいつは結果を出すかもしれないから、すごいチャレンジなんだけど、まあ、新卒の営業を取ってみようみたいな話があったんですね。でそこでこう営業にあの一期生みたいにボーンと来たって感じですね。そういうことだったんですね。あの深尾じゃなかったら一期生にならなかった。枠があったって感じではないですね。そうですよね。自分は深尾とはあの逆で、あんまりこう真面目に早い段階からあの就活をしてなかったんですよ。あんまりこうちょっと不真面目な学生だったんですね。で、あの就活をした時にあの何がやりたいかなって思った時に、あの何にもやりたくないなって思ったんですよね。なんか営業やるっていうのも違うし、こうバックオフィスでなんか経理とかやるっていうのも違うし、なんかこう食品業界行くとか、あの不動産行くとか、そういうイメージがなくて、できるだけわけわかんない業界に行こうと思ったんですよ。あのちょっとモラトリアムを続けたいなというか、
でコンサルのことは自分はもともと全然よく分かってなかったんですね。なんだろうコンサルってって思ってたんですよ。でまあベイカレント受けた時にすごくそうやってこうなんか不真面目に就活をしていた割にはこう野心が強くて深尾と一緒なんですけど若いうちにお金を稼ぎたいなとかそういう感覚はあったんですね。でベイカレントのこう会社説明会ですごく野心的な成長計画みたいなのを出していたのでこの会社すごいなと思って、入ったっていう感じですね。私こう誘われた一人目だったんですよ。前田に誘われた一人目だったんですね。まだ仲間もいない状態で前田が飲み屋でちょっと加藤ちゃん会社立ち上げようと思うんだけどって言ってきたんですよ。で本気なのか冗談なのかもわからないじゃないですか。多分冗談だろうなって思ってたんですよね。で前田も私もこう前の会社ベイカレントでこうそれなりにこう評価をしてもらっててで待遇面とかも全然不満はなかったんですね。なのでなんかこうめちゃめちゃ会社を移りたいみたいな欲求があったわけではなかったんですよ。もうただただ前田をほっとけなかったって感じですかね。ちょっと前田ってこう今会社の社長で、社員からみんなすごいとかって言われてるんですけど次男キャラというかちょっと やんちゃな感じというかちょっとなんかほっとけない雰囲気があるんですよね。だからもうこれはほっとけんなと思ってついていっちゃいました。プロジェクトっていう意味で言うとそんなにこう大きな違いがあるっていうわけではないんですけどもうちょっと大きな視点で言うとなんかこうコンサルとしてのお客さんへの関わり方みたいなのが全然変わってきますね。例えばこうベイカレントとか他のファーム大きいファームとかだと営業ってこう大体こう偉い職員の人が全部やっちゃうじゃないですか。パートナーとかぐらいのクラスの人がやるんですけど、その辺は結構うちはもっと下の職員でも関わられたりとかそういうのがありますし、あとこうなんか社内的にもこう距離感が近いし営業とかコンサルとかって分かれてるんですけど役割分担が曖昧なんですよね。これってネガティブに聞こえるかもしれないけど結局みんなで仕事をして達成したらみんなで喜ぶし失敗したらみんなで失敗したねってこう反省するっていうなんか押し付け合いみたいにならないというかここはお前ができてないんだから悪いじゃんみたいな世界にならないですよね。そういう感覚がすごく、自分としては心地いいなって思いますね。自分の立場としてはそんなにはないんですけどただチームメンバーの子を見てると、ちょっとこう関わり合い方は少し違うなって思います。結構もうなんか新卒1年目の子が上長とかいない環境の中でこうお客さんの部長クラスと一緒にこう飲みに行ってたりとか距離感がすごい近いなと思います。お客さんとこうなんか一体としてやってる感みたいなのありますね。あと結構お客さんがこ うちのメンバーの子に叱ってる時があったりするんですよ。そういうのって期待しないとできないじゃないですか。外部の人間にわざわざ時間と熱量を使ってやるなんて普通のコンサルだとありえない、コンサルとお客さんの関係だとありえないんですよね。切られてると思います。ここ足りないなって思われてたら。でもそこをお客さんがこう一生懸命時間を使ってお説教っていうとあれですけど指摘をしてくれるっていう、そういう関係ができてる現場が多いなって思います。新卒が部長さんと飲み行ってみたいなところはちょうど僕と加藤さんで提案をして取れた現場で今入ってくれてる新卒の子がそうだったんですけど部長さんが私飲みに行きたそうな顔をしてたんでなんか飲みに行くんですかって言ったら誘われましたみたいな、なんかいつでいやメンタル強いなと思いながら、でもなんかそういうのができるのがノースサンドの新卒の良さだと思うし、でそれがこう言える環境を作ってるのはノースサンドのその諸先輩方の環境というか雰囲気を作ってくださってるからだと思うですよね。先方からのそのなんかレビューとか結構指摘いただくのは確かにそうかなと思ってて、お客様もやっぱりそれは加藤さんとのアカウントのところじゃないんですけど、やっぱり自分たちにどういう提案をしてほしいかとかっていうのを例えば営業にも時間をちょっとこうミーティングとかで作ってくださって、こういう提案こういう人いないのかとかこういう風にやってほしいんだよねっていうのをやっぱりすごい話してくださいますし、でそれでそういう方を入れたらじゃあ入っていただく参画いただくっていう風になったらその方に対してもやっぱりもっとこうこうもっとこうっていうのでその人に対してのレビューもそうだし、もっとその会社自体がもっとこう、成長していくためにはこういう人がもっと欲しいしこういう支援をしてほしいっていうのをすごい言ってくださるんですよね。だからやっぱこうビジネスでの付き合いっていうところもそうだし、かつなんか一緒にこの間もお客さんと話してたんですけど、やっぱ楽しい仕事しようよみたいな話をしてて、やっぱ仕事って楽しくないとダメだよねみたいな話をちょうどこの間は現場のリーダーの方と僕とあと部長さんでちょっとご飯食べに行った時にしたんですけど、やっぱ仕事ってどう面白くしていくかだよねみたいな
そういうの話してて、そうやっぱこういうの話せるのってお客さんとなんかいいなというか、なんか気な臭い人間力みたいな話みたいなよくしてますけど、でもそれが本当に話せるクライアントさんと一緒に話せるのは僕はすごいそこの関係性は好きだなと思ってしますね。最初というか、まあ、大体よくあるパターンなのは、最初それこそインサイドセールスの段階から自分がもう電話というかテレアポをいわゆるやります。本当にあの一番最初とかそれ以外何も仕事がなかったんで、1日100件とか月間でまあ普通に1000件以上ぐらいはずっと電話してて、でその中から、アポイント取れた会社さんに向けて、僕が一人でその時は行って、で会社紹介とあと簡単なこう課題のヒアリングみたいな、で課題のヒアリングとかでこうある程度こう種が出てきたなとかちょっと固まったなって段階で、加藤さんに相談をします。なんかこういう会社さんでこういうこういう課題感があってみたいな話で、であの僕は具体の話をするっていうよりはやっぱりあのどちらにせよプロジェクトはやったことないんで、僕が全部お話しするよりは絶対加藤さんに話していただいた方がいいのは当たり前なので、別にそこをじゃああと全部僕がやろうっていうんじゃなくて、そこでじゃあある程度課題とかっていうのが見えてきたら、一旦じゃあちょっと加藤さん同席いただけないですかみたいなので、加藤さんにもう一回ディスカッションというかヒアリングみたいな感じでやらせていただくっていう感じですかね。まあ、最初のこう深尾一人のあのヒアリングの段階でこうある程度あのテーマとかキーワード、お客さんの課題感っていうものがあのキーワードベースで見えてくるので、まあそれをもってこうなんか自分があのまあ仮説ベースであのこんなこと話そうかなとかこんなディスカッションしようかなみたいなのをなんとなくこう頭の中で仮説を作っておいて、でまあ2人でこう一緒にヒアリングをしに行って、でまあこういけそうだったらこう提案書を作って提案するみたいな、そんな流れですかね。提案の時に意識することは無限にあるんですけど、まあやっぱりあの深尾とよく話したりしているのは、提案の時もなんかご提案しますみたいなスタンスがあんまりあの好きではなくて、なんか物を売りに来ましたみたいな感じはやっぱりこうお客さん的にもまあ雇い主、雇う側雇われる側みたいな感じになっちゃいますよね。でもそうじゃなくてやっぱりこう、まあ、言葉遣い一つとってもあのお役に立つとか、あのまあ、こうなんか我々がこうなんかいい形で、ご支援できないかとか、まあ、ちょっとそのご提案させていただくとかとはちょっとスタンスを変えてる、まあ、それはもちろんマインドセットのところで変えないと、言葉尻に出てきてしまうので、まあ、そういったあの心持ちでやろうねっていうのは、まあ、いつも2人で話してはいますかね。そこは中堅のゼネコンさんだったんですけど、キツンが言う多分ノーサンドで一番こう最初の初回の訪問から提案までが一番短期で取れた件が、そうあって多分10日かかってないぐらいだと思うんですけど、初めましてからそれも結構面白くて、最初はそこのまあもちろんテレアポのところから入って、そこのお客さんに多分私3回ぐらい断られてたんですよね、アポイントを。で4回目行ってみようと思って4回目を行ったら、あのたまたまその方じゃないんですけどコンサルを探しているようなあの部署さんがあるっていうふうに言われて、でそれでこうそこの部署の方にこうご挨拶させていただいてっていうぐらいまで行ってたんで、あのその訪問に行く前ぐらいにもう加藤さんになんか次もこんな感じで持ってくるんでぐらいな感じでちょっとこう面白半分に話してたら、やっぱりあのそこのお客さんももう直近でこういう課題があってもう本当に今探してるんですみたいなってくださったんで、その2日後ぐらいに加藤さんに来ていただいて、でそこからもう加藤さんもそこから急ピッチでも提案書みたいなのを作ってくださって、でそのカウンターの方に出してってやってたら、次その短い期間で、まあ、結局あの人となりも全然向こうもわからないわけじゃないですか、こっち側のことも。そうですね。なってた時にたまたま あれですよね、加藤さんが社内向けに書いてた、なあれなんて言えばいいですか、社外向けにこうノートの記事にして外に出してたんですよ。でそれをこうお客さんが見てくれて、まあ、私がこう営業の場に出たので多分そのお客さんが私の名前を調べたんでしょうね、あのネットで。そしたらそのノートの記事が出てきて、でまあ、それを読んでもらってそれいいねってなってこう契約につながったって感じで、だからあのそのカウンターの方が先にその記事を使って部長さんにこんな人ですよって今説明してくださってたらしいんですよ。あ、なるほど。提案の前にこんな人となりの人がとかなんか来ます、マインドセットの人がみたいな、でそこからこうトントンと話が、そのノート記事はあのちょっとコンサルっぽくないんですけど、あのスコープレスってなんだろうみたいな話をしたんですよね。あの結構コンサルってこのアプローチで
この課題をこれだけの期間このリソースでこうやっていきますみたいな提案をするじゃないですか。でもうちはそこはちょっとスタンスを変えてて、スコープレスっていうとちょっと言い方がチープなんですけど、結局やりたいことはお客さんの困りごとの解消なんですよ。別にプロジェクト外のところでお客さんのこう家庭の愚痴をずっと聞いててもそれでお客さんの心が軽くなるんだったら究極それでもよくて、今の自分のプロジェクト動向とか、そういうところから視点を少し広げろみたいな記事を書いてたんですね。でちょうどその時の提案が、困りごとはこんなことあるんだけど、なんか他にもいろんなこと困ってて、なんかこのプロジェクトも私も何やっていいか分かんないんだよねみたいな状況だったんですね。お客さんが何やっていいか分かんないんだけど何かやってほしいみたいな、提案できないじゃないですか、知らんがなっつって。でもいろいろ話を聞いて、コアの部分はこういうことをやるけど、でもこういうところも広げて、究極はあなたの部署の全部を助けますよみたいな提案をしたんですよね。もちろん提案書はこう10枚ぐらいのものをちゃんと書いて持ってったんですけど、なんかこうそういう提案の仕方だったりとか、ちょっとたまたまそこのテーマに合ってたノートの記事を読んでもらったりとか、そういうところで刺さったのかなって。これは結構なんかコンサルっぽくない提案の仕方といえば仕方だったかなと思います。スコープ綺麗に切れないなって思います、絶対で。特に今ってこうなんかこのプロジェクトこんなテーマでやってみようって思って走り始めても、全然こうやってみたら状況全然違うじゃんってなったりするから状況が変わっていくんですよね。でお客さんも別に全てを本心を言葉にして言ってくれてるわけじゃなくて、で本当はこういう状況なんだけどそれはこう言えないなみたいなことがあったりするじゃないですか。でそういうところはってもう入ってみないと分かんないんですよね、プロジェクトに。だからなんかあんまりこう私のロールはここからここまでですみたいな、これだけの期間このリソースでやりますみたいなスタンスよりは、やっぱりもう究極あなたの部署なのかあなたなのかあなたの会社なのか分かんないですけど全部拾えます私の力の限りでっていう提案の方が、刺さるなっていうのは思いますね。やっぱりこう結局究極のところはそのプロジェクトの完遂とかいうことではなくて、お客さんのお困りごとの解消なんですよね。だからそれをこうやっていくと次々出てくるんですよ、お客さんの課題って。助けなきゃいけない要素っていっぱい出てくるし、本当にそこで刺さっていればお客さんもこう延長してくれるし、なんでこうそういった形でなんかもうプロジェクトのお尻までこうやりきるっていうのは当然ですし、その先もこうお客さんにとってこう困りごとがあるのであれば、そこまでこう含めてやっていくっていう、そういうスタンスでコンサルティングもそうだし、営業もやってるっていうようなイメージですかね。やっぱりでもさっき言ってたそのなんかなんだろうな、コンサルっぽくないというか、例えば提案がコンサルっぽくないみたいなのもそうだろうし、例えばさっきの造船業のお客さんとかも、それで、提案というか、一応加藤さんと一緒にそういうこうなんとなくこうふわっとした提案書と、プラス、なんだ会社の紹介とみたいなのやった後に1週間半2週間後ぐらいに、やっぱり今回はちょっと役員の人からこう紹介いただいたところが実はあって、ちょっとそっち側にこうお願いすることになりそうですみたいなのがあったんですよね。で、ちょっとこれは厳しいねみたいな話を結局してたんですけど、そのまた1週間後ぐらいにそこの会社から話聞いたら、なんかちょっとイメージと違ったんだよねみたいな。でノースサンドさんの方がちょっとこう、それも多分結局いろいろやりますみたいな多分提案というか結局お話だったんですよね。でそっちの方がやっぱいいなというか今のうちには合ってると思うみたいなところから、じゃあちょっともう少し具体のお話にちょっとさせてもらえませんかって言われて、結局こう受注につながったみたいな感じだったので、なんかそういうコンサルっぽくない提案って言っちゃあれなのかもしれないですけど、そういうのができるっていうのは一つと思いますし、僕はこれ個人的なあれなんですけど、そういうのがいいなって思ってる方が上というか上長とか役員層とかそういうところにいらっしゃる方がそういうのが大事って思ってるのが僕はすごいいいなと思うんですよね。自分で言うとスケールしづらいなっていうのは感じないです。でもなんでかっていうと、その大手のファームが作ってる、なんかサービスパックみたいなイメージですよね。このここに困ってる場合はこれをやりましょうみたいな、でそういうのって結局そこにしか刺さらないじゃないですか。でそれがなんかいくつかあるのかもしれないけど、お客さんの困ってることって、例えばこうコストが増えてます、そこを解消したいですって課題かもしれないけど、もうちょっとこうなんか周辺の困りごととかがあったりするんですよね。いくつかの困りごとがちょっとくっついてたりとか、
そうやって考えていくと結局こうサービスパックで解消できる案件ってそんなに多くはなくて、やっぱりこうなんか人ベースでどうやって解消していくかっていうのをこうお客さんと同じ熱量で考えて進められるコンサルっていうのを、まあその人はそれだけのホスピタリティがあれば何の案件でもできるので、パッケージではないのでっていう方が案件としては広げやすいのかなって思います。例えば内向きな話で言うと、僕は加藤さんがなんかこの案件面白そうだねって言ってこれるような、言ってくれるような案件を取ってきたりするのが例えば面白かったりします。上の方がいやこの案件おもろいねとかってやってくれるのってあれじゃないですか、こう営業がいる価値みたいなところも少しあるじゃないですか。なんで内向きな、例えばこういうここの関係性みたいなところで言うと、そうです、加藤さんがなんかおもろいねとか、こうなんか提案ないのって言った時にポンちゃんちょっとこれ一緒にやりませんかって言えるのが僕は結構好き。まあ案件の内容が面白い面白くないとかもあるんですけど、まあ、やっぱりこうお客さんとの関係性だったり、まあ、あとはその、まあ、自社内のこうチームの雰囲気だったりとか、まあ、そういうところですかね。まあ、やっぱりこう結局特にうちみたいな業種ってなんか物を売ってるわけではないので、まあ、人間関係が全てだったりするじゃないですか。でそこをなんかいい関係を築いて、でもお客さんの課題が難しかってもいいんですよ。プロジェクトが炎上しててもいいんですけど、やっぱりこうそこをなんかお客さんと一緒に乗り越えようとか、チームメンバーと一緒に乗り越えようとか、まあ、そういう雰囲気ができているチームとかプロジェクトっていうのが楽しいかなって思います。特にうちみたいなこうインダストリーカットにしてない場合は特にだと思うんですけど、勉強とかキャッチアップはすごい大変ですね。結局いろんな業界に行くじゃないですか。前のプロジェクトは金融業だったのに今月から製造業ねとか、でやる内容もこうなんか開発の PMO だったのが次はこうじゃあ IT ガバナンス整えましょうだったりするわけじゃないですか。だからまあ業界もテーマも変わっていくっていうところがあるので、もう勉強とか絶対嫌ですみたいな感じだとちょっと辛いかもしれないですね。そこはすごくキャッチアップが必要だと思います。可愛がられ力じゃないですけど、なんかそういうところに近しいのかなと思ってて、まあ、可愛がられ力ってちょっと言い方稚拙なんですけど、この仕事って結局ずっとさっきも加藤さんも言ってたみたいに物売りじゃないですし、ずっと対人でやってるところだと思ってて、でそういう中で結局スキルがあるないっていうのももちろんなんですけど、なんか結局こいつ可愛いなとか憎めないなとか、なんか一緒にちょっと仕事 してやりたいなとかあると思うんですよね。でそう思わせられるのって多分スキルっていうところよりは、私はその人間力イコールこうなんか可愛がられ力というか、そういうなんか人に対してでこうやっぱりポジティブな感情を埋める力っていうんですかね、なんかそういうのがあるかなと。やっぱり結局自分が人間力あるかないかとかそんな話じゃないんですけど、結局この自分がやってる仕事も結局一人だとこう案件って取れないですし、加藤さんみたいな方とか、まあ、他のコンサルの方々とかが協力してくださらないと結局仕事も案件も取れないし、案件取った後結局そこで活躍してくださるコンサルの人も結局いなきゃいけないわけじゃないですか。って考えると、じゃあその人たちにどうポジティブな感情とかなんかそういうのを埋めるかっていうのは、やっぱりそういうその中でやっぱ人間力みたいなのが必要になってくるのかなと思います。めちゃめちゃ集約すると、物事に気がつける知恵と、まあ、あとは愛ですかね。前提で言うと、なんか人間力って聞くとすごいなんか優しいなとかいい人だなとか、なんかこうちょっと場合によってはこうコンサルとして甘い会社なんじゃないかみたいな印象があるかもしれないと思うんですけど、うちが考えてる人間力ってそういうことじゃないんですよね。やっぱりこうお客さんの課題を解消するために全力でこう想像力を働かせて、でまあチャレンジしていくのってめちゃめちゃ厳しい道なんですよ。まあこうなんか優しさとか甘さとかっていうところとは全然違う世界観で、人にはこう優しくしないといけないんだけど、自分にはめちゃめちゃ厳しくしないといけない、いろんなことに気がつけることっていうのはすごい、気がつける力っていうのはすごい大事だと思います。変な話、こう言葉一言一つとっても、この言葉を言ったらお客さんってどう感じるかなとか、どうしたらこの資料をもうちょっとお客さんに伝わりやすくなるかなとか、会議の準備をしているのであれば、どんなこう資料を準備しておいて、でどういう、 こう会議室の構成にしておけばいいのかとか、細かいところまで全部ですね、トイレはきれいに使いましょうみたいな、そんな世界から、そういったことに気がつけるかどうかっていうのがすごい重要です。で多分ノースサンドの社員はエレベーター乗ると必ず全員
ボタンのところに立って、あのなんか最後出る人たちをこう開けるボタンを押して待ってると思うんですよ。多分。そうかな。おそらく。言い切っていいかな。なんかそういうことって気づきだと思うんですよ。あのそれをやらない人が悪い人だとか、あのそういうことを言ってるんじゃなくて、あの人が降りるからその間こう自分があの開けといてあげようって気づけるかどうかだと思うんですよね。そういう知恵があるっていうのがすごい大事だと思います。マインドセットっていうところが一つあると思うんですよね。あのそれを持とうと意識すること、心の中で。で、まあ、それとともにあのスキルの部分もすごいあると思います。そういう、こう経験を積んで、こういう時はこうしたらいいんだなっていうのをこう、そういう場面に多く携わる、なんかそういう経験を積んでいくっていうのもまあ重要なのかなと思いますね。愛はもう全てのあのなんていうんですかね、こうコンサルとしての動機の全てって感じですかね。結構なんか自分はあの若手のコンサルに、あのお客さんのことを彼氏とか彼女だと思えとか、あの親とか子供だと思えって言ってるんですよ、自分の。やっぱりこう我々がやることって、お客さんの悩みにこう全力で共感をして、で同じ熱量で考えることなんですよね。それってなんか雇う側雇われる側みたいな無機質な関係だとできなくて、愛がないと絶対できないんですよ、その人のこと好きでないと。自分の彼女がめっちゃ悩んでたら、大好きな彼女がめっちゃ悩んでたら、こっちもすごい一生懸命考えるじゃないですか。なんかその感覚を持てるかどうかだと思うんですよね。知恵があるっていうのは大事なんですけど、そもそも愛がないとその知恵をこう生かしてあげようって思わない。それがすごくあのお客さんに対しても大事だし、その社内の、あの上下関係でもすごく大事だと思います。例えばこう優しい上司ってなかなかこう部下にあのフィードバックができなかったりするんですよね。こう厳しい指摘ができないというか、それはなんか自分は愛じゃないと思ってるんですよ。あの本当にその子の成長とかを考えてあのやるのであれば、そこはこうきちんと伝えないといけないし、でただ一方であのなんか自分の求める品質に行ってないから、ただ不満をぶつけるっていうのもあの愛のあるフィードバックじゃないと思うんですよね。部下からあの上長でもいいし、上長から部下でもいいんですけど、なんかその何ですかね、こう物事を考えたりとか動いたりするところの動機の根底に愛があってほしいなって思います。情勢柄なかなかこう会社訪問とか OB 訪問 OG 訪問とかできなくて、あの不安な時期だと思うんですけど、まあ、こういう時期にこういろんな会社のことが聞けたりとか、まあ、いろんな社会人の人の話が聞けるのってめちゃめちゃいいことだと思うんですよね。まあ、あの結構あの学生のためにこう社会人が時間取ってくれるのかなとか、臆しちゃうと思うんですよ。ただあの、まあ、大抵こうおじさんおばさんみんな話好きなんで、若者と話したいと思うんですよ。だから多分あのお願いすればみんな喜んで時間取ってくれると思うんですよね。まあ、当然のおっさんでもそうだし、だからこう臆せずにあのいろんな会社を見て、いろんな人と話して、あの世界を広げていってほしいなと思います。僕は、なんか毎度毎度同じようなこと言っちゃうんですけど、あのなんか本気で就活やってほしいなと思ってて、あのなんか価値観って人それぞれだと思うので、プライベートを大事にしたい人とか、まあ、それこそ定時で絶対上がりたい人もいれば、まあ、自分みたいにむちゃくちゃやりたい人とか、なんかいろいろいると思うんですよね。でそこに向けて就活を多分本気でやってほしくて、ちょっと本気でやってないって言ってた加藤さんの手前申し訳ないんですけどでもなんか例えばなんですけど、プライベートの時間大事にしたいし定時絶対上がりたいっていう人が、まあだから就活適当でいいやってやっちゃうと、あのそうでありたかったはずなのに、実はめちゃめちゃハードワークでなんか全然違うような会社に行っちゃうと思うんですよね。そういうことがあると思うんですよ。なんでそういうふうにあのプライベート大事にしたい、定時上がりたいなら、それに向けてちゃんと就活を頑張るだったりとか、逆に言うともっとめちゃくちゃ頑張りたいし、どこでもやっていけるから、どこでもいいやってやるんじゃなくて、それが一番活かせるような環境に行くために頑張ってほしいと思うし、なんかそういうふうにあの最終的な価値観はどこでもいいと思うんですけど、そこに向けてちゃんとその力がこう出せるようにというか、自分が望んだ環境に行けるようにこう本気で就活というか、そういうのをせっかくなんでこう一回やってみてほしいなってすごく